交通政策審議会答申第198号は国土交通省の交通政策審議会がその下にある東京圏における今後の都市鉄道のあり方に関する省委員会における2年間の検討を経て2016年4月20日に行った答申である目標年次はおおむね15年後の2030年頃としている答申には東京圏における 今後の都市鉄道のあり方についてという題が付されている。第198号の一部は交通政策審議会の下にある東京圏における今後の地下鉄ネットワークのあり方等に関する省委員会で2021年に追加で検討が行われ交通政策審議会第371号東京圏における今後の地下鉄ネットワークのあり方等についてとして 同年7月15日に答申が行われた。東京県の鉄道ネットワークにおける答申としては、2000年に運輸政策審議会による運輸政策審議会答申第18号に続くものであり、第18号答申の目標年次である2015年を迎えることから、2014年に国土交通大臣から交通政策審議会に対して指紋があり、本答申は、 この指紋に対してのものである。前書きでは、これまでの鉄道整備によって、ネットワークの中密性やサービス水準について世界に誇るべき水準になってきたところである。としているが、一方で、東京圏の都市鉄道を取り巻く環境は大きく変化している。としており、本当シーンは、より質の高い東京圏の都市鉄道ネットワークを構築していく観点から行われた。 本等身では、東京圏の都市鉄道が目指すべき姿として、以下の6項目を取り上げている。等身のふず、東京圏鉄道モー本等身では、昨日別に、国際競争力の強化に資する鉄道ネットワークのプロジェクト、地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資するプロジェクト、駅空間の質的進化に資するプロジェクト等の3種類に分類している。 第18号答申では、整備対象とする路線について、目標年次までに開業することが適当な路線、目標年次までに整備着手することが適当である、路線、今後整備について検討すべき路線とランク付けされていたが、本等身では、ランク付けは行わない。なお、第18号答申では、着工済みの区間も A1 の中に含まれていたが、 本等身ではすでに着工済みの区間は対象から外している。その代わりに、答申の課題の項目に意見が付けられており、事業性に課題がある、収支採算性に課題があると、前置きされている路線も少なくないものの、いくつかの路線は前向きな意見が付けられている。また、都心部、臨海地域地下鉄構想については、小委員会による検討では、原計画では、 他のネットワークとつながっていないため事業性に課題があるという結果だったが、省委員会の提案により、秋葉原駅東京駅の延伸計画がある、常磐新線との一体整備及び相互、直通運転が盛り込まれた。このうち、東京都に関連する5路線6区間の事業化に向けて、都では2018年度予算で、鉄道新線建設等準備基金を創設、都が保有する、 東京メトロ株式から得られる配当を重当する方針を示した。また、横浜3号線の延伸については、2019年1月23日、横浜、川崎両市長が記者会見で事業化を正式に発表した。東京8号線の延伸、都心部、品川地下鉄構想、都心部、臨海地域地下鉄構想については、2021年に検討が行われ、 東京8号線の延伸、都心部、品川地下鉄構想については、東京メトロの既存路線との関連が深いことから、東京メトロを事業主体とした上で完全民営化に影響を及ぼさないように支援を検討すべきであると、した。都心部、臨海地域地下鉄構想は、引き続き検討課題とされている。ありがとうございます。